ステルス鍋を愛する皆さん、こんにちは。大沢チャンネル、本日はですね、七草がゆご紹介していきたいと思います。多分ね、いろいろ YouTube で簡単レシピとかある中で、大沢チャンネルのやつが一番美味しい。任して。特殊な材料はね、使いません。普通にね、スーパーで買ってきたこの七草のパックなんですけども、いいお鍋とね、いいお水を使うことによって、フッ素加工やね、お水の塩素なんかの余計なお味が入りませんから、お米のお味、七草の香りがね、めちゃくちゃ引き立つんです。何人分作ってもね、同じやり方ですから、早速今から作っていきましょう。まずね、七草なんですけども、こんな感じでね、7種類入っておりまして、1月ってね、昔の旧暦で言えばもう春なので、その春っていうのはね、苦味のある食べ物を食べてデトックスするっていう時期です。でね、この鈴菜と鈴代以外はもうね、すぐに火が通るものばっかりですので、ほとんどお粥の作り方と一緒です。これお米ね、10分間お水につけておきましょう。で、給水できたらお鍋の中に、やっぱりね、お粥はね、生米から作るのが絶対美味しいです。で、さらに美味しく作るポイントが、この給水したお水でお米をね、炊いてください。お水はね、だいたい4倍から5倍です。この給水してたお水の中にはね、お米のね、水溶性ビタミンが入っておりますので、新しいお水で炊くよりはね、つけてたお水で炊いた方が甘みがね、感じられます。まあね、ステンレス多層鍋はね、お鍋の中でお米カシャカシャカシャって洗ってもコーティングとかありませんから、もう鍋の中で給水しちゃっていいですよ。はい、そしたらね、お粥はね、中火で沸騰させて、沸騰してきたら火を小さくして30分です。じゃあその間にね、七草切っときましょうか。鈴菜ちゃんもね、ちょんちょんちょんと、こんなもんでいいです。鈴代もね、切り方とか特にないのでね、まあ斜め切りぐらいでいいですよ。そんなに気にしなくていい。はい、それじゃあね、お鍋が沸騰してきましたらね、根菜類だけね、先入れときましょうか。で、こっから弱火で30分です。さあ、それじゃあね、時間になりました。うわー、いい感じ、いい感じ、とろっとろにできております。で、これ見えますかね、我が家のお米ね、七分好きでしたけどね、全然いい感じですよ。じゃあそこにね、軽く刻んだ七草をパラパラパラっと。でもそうしたらね、火切っちゃってね、ひと混ぜでいいです。こんなの一瞬ですからね。うわー、熱されたらね、すごくいい香りがしてきました。じゃあこれで完成です。さあ、できました。今日のね、このお米3分の1合っていうのは、ちょうどね、お椀に1人分になりますね。3人家族の方はね、お米1合でやっていただくとね、ぴったりかなって思います。でね、これお塩をちょっとパラパラパラと、僕はね、このピンクのお塩を使っておりますけども、天然のお塩でしたらね、何でも大丈夫です。ちょっといただきます。うん、草たちのね、個性がね、一個一個違う。これね、火入れすぎたらダメなんですけども、最後にふわっと入れただけでしょ。なんかどの香りがどの草かはちょっと分かりませんけども、一個一個違う。うん、そしてお米が甘い。うん、あの大沢チャンネルでね、共通してることって、いろいろあれやこれやと入れ込んでね、美味しいものを作っていこうっていうんじゃなくて、フライパンやお鍋のフッ素加工のあのプラスチックの匂いをなくしたりとか、お水の中の塩素のカルキ臭をなくしたりとか、お砂糖とか醤油の濃い味をちょっと減らしたりとか、引き算でね、素材本来の美味しさに近づけていきましょう、それを感じましょうっていうのがコンセプトになっておりますので、そういうのが好きな方はね、ぜひね、チャンネル登録していろんなお料理見てほしいなって思います。やっぱり世の中のね、お料理番組とかっていうのはスポンサーさんがいますんで、何かを売らなくちゃいけない。そのためにね、あれもつけよう、これも便利ですよって言って足していくことばっかりになりがちなんですけども、実際それでもね、美味しくはできますけども、やっぱり美味しくて体にいいってなると、僕はね、引き算がいいかなって思います。このね、七草がゆの考え方もこう、デトックスでしょ。だから暮らしもお料理も減らしていくことによって、こう本質に近づけていきたいなっていうのがね、この2024年の僕のこう目標でもあったりしますので、それがいい、素晴らしいって方はね、一緒にぜひやっていきましょう。というわけで、本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。